からお願いいたします。まずは幹事社。幹事社の時事通信坂瀬川と申します。はい、よろしくお願いします。はい、あの冒頭ご発言がありました。あの補正予感予算他の話ですけれども。あのう、る,るご説明あったことは市長がこれまで、あの半年かけて。取り組まれてきたことのある意味成果であると受け止めてます。すね、ただまあ一方でその半年というのはごく通常外から見るとですね。あの。 すご,ごく短い期間でもあります、4年間という任期比べても、まだスタートの打ち出しの初段だと、1段目だという気もします、そこであの、まあ、今回ご説明いただいた成果は成果として、まだやり残したことですね、市長としてまあ時間的にちょっとこれはまだ取り組めなかった、今後の課題になっている、宿題で残っているというような部分がありましたら、西さん、ご紹介をお願いしますいやこれはね、あの方針を決めるまでが大変だしで、方針決めた後に今度は実行していかなきゃいけないので。 決定するだけではだめですからね、これからが大変です、実行ですよ、ですから、それあの決めたことをしっかり実行するってことをやらないと、まあ、それこそ学者論議みたいなんで終わってしまいますから、やっぱり次は実行の段階ですね、しっかりとこの決めたこの方針に基づいて、これを実行していくっていうところが、まあ、次、重要になるんでしょう、まあ、本来はこれ、決めるまでに多分一1期ぐらいは必要になるところ、まあ、半年でもう方針は決めましたから。 まあ、これから着実にこれを実行していきたいと思っています。わかりました。えっ、ー、と、話題変わりまして、整備新幹線についてちょっとお伺いしたいと思います。あの、今日午前中に、あの、国の方で、あの、整備新幹線、えー、北海道、北陸、九州の三区間について、あの、着工認可が行われました。関西に関係するところですと。あの、北陸新幹線、えー ですが、えー、と今回は金沢から敦賀の,の113キロの区間があ認可されまして、えー、開業が2025年,年度です、ね、ということになっていますあの、関西では敦賀伊勢ですねあのかあの、大阪までつなげてほしいというのが、まあ、総理だと思います、まあ、それに向けての前段階として今回、えー、金沢までの着工が認可されたということについて、市長はどのうよう,うに受け止めらっしゃるでしょうか。 日本の,その国土を前提として、えー、どういう人口集積のこう配置を考えていくかということを考えたときに、えー、地方にいる人を、ね、無理やり全部都心部に集めるなんていうことをそんなことはやっちゃいけないと思うんですね。やっぱり 今ある地方は地方でしっかり、えー、それは大切に支えていかなきゃいけないただ、それが、ね、ものすごい不合理なあお金がかかるとかものすごい不合理なあ何かハード整備をやらなきゃいけないということになれば考えもんですけれども、まあ、そうではない合理的なある程度の投資で済むような話であればあー地方のーそういう 今ある状況というものもしっかり考えなきゃいけないということをまあ考えるとです、ねまあ、日本海側とまあ北陸とかそういうところを東京や関西と高速鉄道でつなぐというそういう構想は僕は間違った方向ではないというふうに思っています、まあ、やっぱり経済というものはあの単にお金を増やすということだけで。 だかお,、まあ、お金を増やす、まああ、そういう付加価値を増やしていくということにもおが一番の軸になるんでしょうけど、それは人の金の、まあ、移動によって、ね、付加価値というものは増えていくわけですから、そういう意味ではあ北陸地方、日本海側の人たちがです、ねえー、関東に、また関西に出やすくなるということは非常に僕は重要なあのことだと思いますね。えー、ただ問題なのはあ鶴ヶ伊勢について 異性についてです、ねおまあ、要は大阪方面まで新幹線がつながってこないフリーゲージで、えー、対応するということなんですけども鉄道というのは、ねあの、やっぱり起点と起点、まあ、あの主要な部分と主要な部分をつながないとストロー交換になってしまってね。 これ敦賀まで新幹線でどうだったんでしょうねもう富山辺りぐらいだったら東京に出る方が早くなるんじゃないですかねこれやってしまったらねストロー効果であのまた人物金の流れがね東京一極集中になっていくと思うんですよねで、まあ、中央リニアなんかもあの東京を起点にまず名古屋からやるっていう,うに言うんですけれどもやっぱり日本の 今の国土を前提としたあ人口集積のこう配置のマネジメントを考えれば、やっぱり関東、関西というものを2つの軸として考えなきゃいけないと思うんですね、国家戦略として。そうなればね、ねこの高速アクセス鉄道については中央リニア新幹線もそうですけども、もこの北陸新幹線もそうなんですけど、もねもうちょっとその2つのエンジンをしっかりとこうつなぐっていう、まあ、大きな国家戦略に基づいた。 あそういう進め方をしてもらいたいなと思います、まあ、これは公共事業だとか言ってね、無だな公共事業だっていうような、まあ、そういう論もあるかも分かりませんが、あ僕はやっぱり、あの行政の責任者としては、人物金の流れを、人物金の流れをね、やっぱこう加速,加速化するような、そういうツールっていうものは、非常にあの経済成長の観点からも重要だというふうに僕は思ってます。 もう1点、追加でお願いしますあの、お金の話ですとかっていうのもありましたが、あの今回の,その3区間の着工、総建設費はあの3兆円をちょっと超えるぐらいのお金がかかると言われています、で一方であの、国政の方ではあの、これからあ消費税を8%、10%という形で上げて、えー、増税しようという動きになっています、その中でこの数字を見ますと、うんとちょっと考えるところが、個人的にはあるんですが、市長はその点はどういうふうにご覧になってますか。 だからそれだけのお金をかけてどれぐらいの GDP の効果があるかですよね先ほど言いましたけども、も人の金の流れがどういうふうにそれで加速化されて、ねえー、それが経済的にどのようにプラスに働くのかプラスの方向に動くのかそこが重要だと思うんですね、ちょっと僕はあの北陸新幹線のところまで分析してないのでその BYC とかそこの数字が全部分からないんですけども。もまあ 高橋洋一さんの話は BYC なんていうのはいくらでも操作ができて、B、あの通常、役所が作る BYC は3以上でないと信頼できないというふうには言ってるんですけども、これ、北陸新幹線の BYC って、どれぐらいなんですかねそれはもちろん1以上あるから、これは進めていくんでしょうけれども、まあ、そのあたりの,あの3兆円お金がかかるというよりも、その3兆円投資することによって、どれだけの効果があるかというところだと思うんですね。 中央リニアなんて、だって、これ、何兆円でしたっけ、あれ、5兆、本当でしたっけ、それだけのお金がかかるといっても、5兆じゃない、8兆か、それぐらいのお金がかかるといっても、それは東京、大阪間を1時間で67分で結ぶなんていうのは、これはものすごい経済効果があるから、やるわけであって、投資した額というよりも、その投資したことによって、どれだけの効果があるかっていうところが重要なんじゃないでしょうかね。 僕は北陸、日本海側と太平洋側をしっかりと高速鉄道で結んでいくという戦略は非常に重要だと思っています。 最新の今までも何度もまあお話には出てきているかと思うんですが改めてこうあの1年目の,め、まあの予算案が、まあ、当初と補正という形でまあ完成が出たということで、はい、あの論点がいくつかやはりその現役世代の重視だとか教育雇用ということをあ,のあるいは姿勢改革、不思議一体といろいろあるんですけれども。 まあちょっと大きすぎる質問かもしれないんですが、改めて今の,その節目にです、ねあの、橋本市長はどのような大阪を目指されるのか、このまあ補正予算が出たという節目で、一度お尋ねしたいなと思ったんですけれどもそれはね、あの大阪市長という立場だと、やっぱりこれあの、基礎自治体的なそういう視点で物事を考えますから、まあ、どのような大阪ということよりも、あの住民サービスの充実、でそれは、ああ そういうい、まあ、大阪全体の大きな話というのはできる限り広域行政に、まあ、任せてそこは役割分担をしてです、ねえー、僕自身はその住民の身近なあそういう課題についてしっかりサポートをしていくというところが今の市長のポジションですから、まあ、大阪市長として考えればやっぱりそれは教育環境を整えたりとか子育て世帯をしっかりサポートするということにどうしてもそこに。あのー 行き着いてしまうんですけどもねただ、やっぱり区の、ね、個性を出すっていうところも僕はあのー、やっていきたいというふうふに思ってますから、まあ、今まで、えー、大阪市といえば24区全部同じっていうそれは当然のように考えられてきたんでしょうけどもこれからは違うと、それぞれのやっぱり24区う地域の実情、個性全然違いますからあ、まあ、24区にですね、まあ、それぞれの本当に色が出るような、まあ、そういうあの大阪市に。 大阪全体ということになれば、これはもう松井知事と一緒にやってるあの広域行政隊としては、世界の都市間競争に勝てるような、そういう、まあ、大阪府、新しい大阪ですね、そういうものを目指していく、だけど大阪市長としてはあの、現役世代に、えー、活力を持ってもらって、やっぱり1年、2年では、効果が見えないのかも分からないけれども、 まあ今、こういうところで現役世代の重点投資をすることによって、まあ、現役世代の活力によって大阪市内全体をしっかり支えてもらうようなそういうまあ仕組みといいますかそういう方向性を目指しています。分かりましたあの大阪市長としてはその住民に身近なサービスということなんですがやはり江北町が来られた8月以降というのは。うんその 市長さんにだいぶ権限もまあ移していくというとそので広域のほうはその府,と府に委ねていくというか一本化していくとそうなってくるとこう市長の仕事が事実上どんどんこう狭まってくるというかその時にこうどのようなこう市長はお仕事をされていくんだろうか役割を追っていかれるのかなと。それは、ね、今が多すぎるんで トップの役割というのはトップが自ら仕事をやるというのはおかしいわけですからねだから24区の区長がいろいろ物事を進めたり府市、まあ、統合本部で、えーまあ、知事中心にこう物事を進めていったりする中で、ねえー、判断しなければいけない事項について僕が判断するということがトップの役割だと思いますけどもねだから日々の仕事はそんなのトップ自らが全部何でもかんでもやるんじゃなくて。 やっぱりそこにその場にふさわしい人がしっかりあればいいわけですから、まあ、今回は公募区長にとにかく頑張ってもらう,う,も,う、ね、もう楽しみですけども7月の2日にあの全員揃うんでしょうかね、まあ、とにかく、ねえー、区長にあの競争してくださいと、えー、よりその住民の皆さんが満足するような区になるように。 もう競争ですこれはもう僕のキーワードである競争を、ねえー、区政にも持ち込んで、えー、区長にも競争してもらう、まあ、切磋琢磨してもらうっていう、まあ、それが本当に今、僕は日本,全体日本全体を見渡しての大都市でやらなきゃいけない政令市でやらなきゃいけない、えー、僕はあのー、一番重要な課題だと思いますね。 やっぱり政令,市政令市というよりも、僕は活力の源泉は競争だと思ってますから、やっぱり各国、各国,各国、各コミュニティーがね、切磋琢磨して、いいものをやろう、いいものをやろうって、みんなが努力しないと、それはよくならないですよあのこの予算書のパワーポイントの資料に、あの24色に輝くという文字を見て、選挙の時に繰り返しおっしゃっていたので、非常に感慨深かったんですけれども。あの 競争ということで言いますと、区長さんが競争する分にはいいんでしょうけども、その後ろに区民がいるわけで、じゃあ、その遅れを取った区は、ちょっとつらいなというふうに思うんですがそうですよ。だから選挙で選ばなきゃいけないんです、いいトップを、それはそうですよあの、行政、住民自治っていうのは、これは権限も住民にありますけれども、責任も住民なんですから、そこを見てもらいたいんです、それは24区の区長、これ、えー、僕が選びましたけども、 能力が全部一緒じゃありませんからね、差が出てくるでしょう、それでいいんですよ、でその差が出てきたときに、なんで向こうの区はうまくいってて、うちの区はうまくいかないんだ、それで区長や役所の方に責任追及したらいいんじゃないですか、あー片一方のところではこんなサービスやってるのになんでうちのところはできないんだっていう話になればね、もうまさにそこが狙いというか、そうしないことにはあの、本当の意味での住民自治なんて芽生えないですよ。 みんな一緒、やってもやらなくても一緒、そんなことだったら、もう無関心になってしまいますね、差がつくことが重要です、ただこれ、区長の皆さん、区長にはあ競争といってもね、自分のための競争じゃだめですよと、いかに住民が満足するかっていう意味での競争、住民に向いたあの競争にしなきゃいけないですね、まあ、そこで差が出てきたときに、住民から苦情が出るっていうのが、一番の理想の形じゃないですか。 だから24区の区長が今までも市長にはやっぱり文句言えなかった、あのこれは部下だから、だから税収をね、これから24区というか、まあ、大阪都構想を進めていこうと思えば、税収の格差が生じるということになりますけれども、まあ、もちろんこれは財政調整制度を作っていきますけれどもねあの、そういう大阪市からのお金の配分のあり方とか、そういうことについても、本来は区長がね、 やっぱりあの大阪市役所に、大阪市長に文句が言えるような形でないとだめだったんですよ、まあ、下からどんどん文句が沸き起こるような、そんなあの仕組みにしていきたいですね、住民からは区長に、区長からは市長に、文句がどんどん出るような、そういうような、まあ活気あ,ある大阪市政にしたいですね。いやあのちょっと区長さんの関係であのまあ 一部あの、区長さんに応募される前、まあ、1年ぐらい前にですね、そのまあ、こう当時の首相に対して殴りたいとツイッターに書いたりだとか、うん、あと、ちょっとこれ以外は中華誌報道なんですが、はいはい、私も別に自分で確認したわけじゃないんですが教あ宗教団体とのこう関連を指摘された方とかですね、あのなどがいらっしゃるんですが、うん、その辺りについては。 まずねあの、ブログでの発言のまにわ区長については、まあ、反省してますしね、えー、そんなこと言いだしたら僕なんか知事,の知事になる前なんてあの、むちゃくちゃ言ってましたからね、えー、やっぱり、知人の時と公人になってからは分けてあげてもらいたいと思いますねあの、それこそ表現の自由の国なんですから。 あ名誉毀損やらなんやらっていう、もういわゆるルールを逸脱したようなことは、それはそれで処罰されるんでしょうけども、まあ、主人の時の表現というものは、僕は表現の自由は最大限尊重されるべきだと思っていますけれども、まあ、きちんとやっぱりそこは反省をして、公人となればそういうような態度を振る舞いしないと、だから公人であったらもうアウトですよ、それはね、区長になってからやったらアウトですけれども、まあ、そうでないんであれば、ああいうご指摘を受けて、 あのこれはあの反省はしなければいけないことだけれども、本人反省してますので、まあ、ちょっと区長の働きで、えー、何に区長、見てもらいたいですね、それからあの宗教団体っていうのはね、これは朝日新聞にしては、なんかそんないいんですか、宗教によってだって、そんなの差別したら、憲法14条違反で大変なことになりますよ。という意味ではなくて全然いいじゃないですか、宗教なんかど、どんな宗教に入ってようが、全然構わないんじゃないですか。 それは宗教自体がまた違法行為をやってるとかあ、ルール逸脱したような宗教団体であればアウトですけれども、宗教に入っていること自体はあ別に何の問題ないと思いますよ、だからそれが区政運営に何か悪影響を及ぼしてくるようなことがあれば、それは宗教の問題というよりも、その区政運営の、区政運営上の非行為ということでアウトになるんでしょうね、まあ、その他、週刊誌報道でもいろいろね、あの指摘をしていただいて、これはもう権力チェックですから当然だし、僕は面接の時に、 区長になれば公人になるから大変ですよ。ってことはまあ言ってきましたんでね。まあ、詩人の時にいろいろなことがあるでしょうけれども、も、えー、それはやっぱり公人になってからの、その口調としての行為で判断してもらいたいと思います。ただ、詩人の時代に刑罰放棄に触れるとかね、えー、本当にこれアウトっていうようなことがあれば、これはもう結核自由でアウトですけれども、もまあ、そうじゃない範囲であれば、もう週刊誌報道レベルのことであれば、それはもう許してもらいたいなと。 もうしっっっかり口調で頑張ってもらいたいたと思宮いさん、最後の質問なんですけれども先ほど、一番最初の質問でまあやり残したことということに対して次はまあ実行段階だとおっしゃったんですが、うん、基本的にあの実行していくというのはまああの職員さん中心になってくるかと思うんですがその市長としてそのまあ7月、議案が通った後のですの力を込めていく部分というのはどういうところにおありなのかと。 実行はね、もちろんあの職員が一生懸命頑張ってくれますけれども、しかしそれはね、課題にぶつかったときに物事を動かさないとか進まないってことはいくらでもあるんですよ、でその話を聞くと、いやいや、こういう考え方で、こういう理由があるからできませんでしたとか、こういう理由があるからこうだったんですっていうのがあるから、そこをしっかりまたあの実行部隊に。 えー、なぜ動かないのかを確認して行政的な議論をしてやっぱりこういう方法でできるじゃないかというそこの作業が大変なんですよ、ただ基本的にはもちろんあの組織が、ね、しっかり実行してくれるとは思いますけれども、ただやっぱりあの今回の決定については全てが円滑にこういくというわけではないでしょうし、それからこれを実行するにあたって、やっぱりこれは政治と行政の役割分担で実行するにあたって、住民からいろいろなハレーションが起きると思いますから、そういうところを僕が引き受けると。 だから、政治と行政の役割分担で、実行をやる際に、行政的に物事を進めていくのは行政ですけれども、住民とのハレーションとか、いわゆる議会,での議会とのハレーションというものは、僕がやっぱりやらなきゃいけないと思いますね。とこの間の,あのまあがれきの受け入れみたいな、非常に難しい問題は、ご自身で説明に、まあ。区長だけでは厳しいんじゃないでしょうかね、やっぱり選挙で選ばれたっていうところがないと難しいですが、そういうところはもう僕がやらなきゃいけないでしょうね。ありがとうございました。